陽波です。個人総合5位に入りました。この人の見どころはどの辺でしょうかね。そうですね、中技で後転跳びから後方伸身宙返り、そして1回ひねりのローリングと、はい、そういう難しいコンビネーションがありますよ。それとジャンプの今のような開脚姿勢ですね。高いですね、はい、両足180度以上というような感じがありますね。さあこれだ、決まりました、はい、今のようなとこも何でもないようなんですけれども、一つの技が終わった後にすぐバランスっていう、そういうのも難しいんですね、はい、素晴らしいですね、はい、休みなく次々に難しい技をやってきてくれますね。やはり平均台では精神集中のための静止というのは3回を超えてはいけないということですけど、この選手の場合ありませんね。さあ着地は、あーっとっとっと